こんにちは、斉藤武博です。質問コーナーですね、久しぶりに行ってみたいと思います。だいぶですね、期間が空いてしまったので、質問いただいたのが2月8日ですね。だいぶ経ってしまいました、すいません。で、この期間にですね、だいぶ質問も溜まっているので、ちょっとこう全部ですね答えれるかわからないんですけれども、もう時間ある中でですね、他の質問にもお答えしていきますので、ぜひですね気長にお待ちいただければと思います。はい、ではですね、早速質問いってみたいと思います。今日の質問はこちらです。斉藤先生、質問です。切り替えでの足の抱え込みからの進展と、腰高でダイレクトに次の外足に乗り込んでいく方法があると思うのですが、過去柏木さんと武田さんのような違い、それぞれの利点を教えてもらいたいです。フライズ受験中ですが、全体的にポジションが高いと昨シーズン、指摘され、今ポジションを低くして抱え込みから外足を進展させるように試みています。斉藤先生は小回りについては腰の位置をセットするなどコメントされていましたが、大回り小回りでどのような感覚で滑られていますか、ということですね。質問いただきました、ありがとうございます。はい、そうですね、そうですね、この2つのパターン、やり方があると思います。切り替えですね、腰があって足があって、切り替えから、低いね、足を曲がってるポジションから足を伸ばしながらターンに入っていくタイプと、もう高いところから足をですね、もう本当にダイレクトに腰高で月に、ね、体重を乗せていく、圧をかけていくっていうタイプですね。2パターンあると思うんですけれども、それぞれの利点というところですね、まずお話をしていくと、そのですね、こう低いポジションから足をこう伸ばしていくタイプっていうのは、腰が常にですね、こう安定しているんですよね。雪面からの高さ、足からの、高さではなくて、この腰の雪面からの高さっていうのが基本的にはあんまりこう変わらずにこう滑っていくっていうことができるので、すごく安定しているっていうところで、言うとですね、割とその基礎とか、モーグルとかもそうですね、そういう不安定なところを滑りに関しては、あとは、丁寧に滑るとかね、安定させて滑るっていうことに関してはすごく、扱いやすい滑り方だと思います。はい、でそれに対してですね、もう一つの、腰高のポジションでこう滑っていくタイプの滑りなんですけど、これに関してはですね、なぜこうするかというか、こうするとどうなるかっていうと、足が長い状態でこう月にスーッとこうプレッシャーをかけるわけですから、分かりやすく言うと、トランポリンとかね、乗るとき、トランポリンにこう跳ねようと思ったら、足ピンとこう伸ばしてる方がピョンピョンとこう跳ねるじゃないですか、曲がってる状態よりも。だからそのスキーをこうたーませて走らせるっていう動きに関しては、この腰高のポジションでスキーにぐーっとこう圧をかけていった方が、効率もいいし、力も、かからない。曲げた状態でね、こうスキーに圧をかけていくってなると、筋力でこういくから結構大変なんですけど、それを足を伸ばした状態からぐーっとこういけるから、その自分の筋肉っていうよりは骨格でこう圧をかけていくっていうことができるので、そういう意味ではすごくですね、そのスキーを走らせる、競技とかですね、競技スキークロスもそうなのかな、もしかしたらどうなんだろう、はい、っていうその走らせるタイプの滑りに関しては、この腰高のポジションっていうのはすごくいいのかなと思います。はい、でただですね、その、デメリットっていうところも合わせていくと、これが逆になるんですけど、その、低いポジションからこう足をこう伸ばしていった時には、あんまりこう比べるとこう走りにくいっていうんですかね、スキーのこう走りを生み出しにくいような感じはします。はい、なのであんまりこうレースに向いてない可能性というかね、その、セットとか雪質にもよると思うので、一概には言えないんですが、比べると走りにくいんじゃないかなと僕は思います。はい、でじゃあ腰高のポジションの方のデメリットは何かっていうと、腰がですね、こうターン中は雪面からの高さ、低くなりましたね。でそこから切り替えではこう雪面からの高さっていうのは上がっていって、またこう低くなるっていうところで、腰のこういう上下の動きがあるので、腰がそうやってこう移動するから、ちょっと不安定にはなりやすいかなと。はい、なので、そういうですね、方、特に競技やってる方とか、そういうバランストレーニングとかポジショントレーニングしているので、そこは慣れていくと
まあ、重心の落下方向だったりとかね、運び方っていうところは、まあ、トレーニングをしているので、そんなに問題はないというよりは、それをやっていかないと、ね、勝てないっていう部分もあると思うんで、はい、そういう感じで、ちょっとこう、バランスを取る、ポジショニング自体が難しくなるとは思います。はい。というところで、2つのですね、メリット、デメリットも含めてですね、お話をしたんですけれども、そうですね、そうですね、僕の話で言えば、まあ、こうですね、書いていただいてるんですけれども、小回りですね、腰の高さをセットして足をこう動かして、滑っていくっていうのを僕はやっています。で、大回りもですね、僕は基本はそういう風な形で滑っています。はい。っていうのはですね、僕が普段からこうレッスンしていくときに、まあ、年配の方もいらっしゃいますし、お子さんとか、まあ、筋力がない方もいらっしゃるんですよね。で、あとまあ本当にビギナーの方もいらっしゃったりとか、逆に言うと技術戦とか出てるような方も、いるんですけれども、その技術をですね、やっぱり一貫してお伝えしたいなと思ってまして、どんなレベルの方でも。はい。でなってきた時に、腰高のポジションとか、そういう走らせる動きっていうのは、もう本当最終の最終のところなんですよね。で、それ以外の方っていうのは、そこまでこう走らせるっていうよりは、まずはこう安定して、いいポジションで、まあ、安全にだったりとか、効率よくとか、まあ、筋力なるべく使わないとか、そうだ、まあ、筋力はね、ある程度は使うんですけど、まあ、不安定に、安定してこう滑ることができるように、していくっていうことを考えると腰を安定させて、あまりこうね上下させない方が、滑りやすいで、そうですね、腰高でこう滑った場合にバランス良ければいいんですけど、バランスが悪かったりちょっとこう後ろに下がっちゃったりするとスキーがピョーンとこう走っちゃったりするんですよね。そういったところで、筋力は使わないかもしれないですけど、ちょっとこう走ったことによってリカバリーができなければスキーだけ暴走してしまうっていう、ことになりやすいということで、走りにくいポジションでこう滑ってあげるとスキーがですね暴れないから結構安定して滑れちゃうんですよね。っていうところで、まずは、まあ、滑れちゃうっていう言い方ちょっと悪かったんですけど、そういった形でこうスキーのなんだろうな、性能をある程度こうコントロールしながら滑るっていうことになってくると、腰の高さを、ね、コントロールさせて、一定にさせて足をこういう風に使っていく滑りの方が、まあ、基本としていた方がいいというところで、僕はこっちをまずメインでやっています。で、僕の場合は技術性もそのタイプで滑ってますし、どちらかというと、どうなんだろうな。まあ、腰高で滑ってる、技術戦でもね、腰高で滑ってる方もいるんですけど、割合で言うと、おそらくこう腰安定されて、足をこうですね、伸び進展されて滑ってる方の方が多いんじゃないかなとは思います。はい。まあ、ただ、最近の傾向としてはですね、腰高で滑る方も、ちょっとは増えてきてはいるとは思うんですけれども、検定ぐらいであれば、やっぱりね、その雪質もそうですし、そうだな、ある程度こう腰安定させた方が、いいのかなと思います。テンション出しやすいというか、ね、まあ、その人の、まあ、腰高扱えてれば全然問題ないと思うんですけど、結局基礎的な動きになってくると、まだまだその腰安定させて、こういう風に足を使いながら滑っていく方が、まあ、主流というか、はい、皆さんが求めてるってわけではないと思うんですけど、よりですね、なんだろうな、求められている滑りなのかなと思いますので、そっちをメインにしていただいた方が、いいのかなとは思います。はい、まあ、それをクリアした上での腰高のポジションっていうのもできるといいと思いますね。状況に合わせて、使っていただければいいと思います。はい、ということでですね、もうシーズンもちょっと終わりに近づいてしまいまして、1ヶ月以上ですね、期間空いてしまったんですが、こういった形ですね、腰高のポジションと、あと足をですね、腰の高さを決めて滑るタイプ、2つのタイプですね、お答えさせていただきました。ぜひ、試してみてください。はい、ということで質問コーナーですね、こちら、Facebook、YouTube 下の質問をコメント欄ですね、コメント欄に質問いただければ後ほどお答えさせていただきます。ぜひ
ぜひですね、質問いただければと思います。最後ですね、Facebook ページへのいいねと YouTube チャンネルのチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。